こんにちは。今回は 3.4 を含め誰を引くべきかについてです。雷電将軍なども含めてご紹介していきます。あくまで今回の動画は私個人のおすすめとなりまして、無課金美課金の方が、螺旋12層を突破するための、性能のみに重きを置いた動画となりますのでご了承ください。また最初の前提として好きなキャラ、推しキャラを引きましょう。復刻の空白期間は一年以上にわたるケースもありますので、好きなキャラを引くのが実は一番後悔しないですね。では本題に入っていきます。まず最初の登場キャラは少様ですね。通常攻撃スキル元素爆発とすべて高倍率で、今でも1000級の風元素アタッカーです。少し前に実装された放浪者とライバル関係でしょうか。ただ海外のティア表などでも放浪者と章は、実は同じ順位にランクしていて章の評価も高い状況です。放浪者は単体特化、章は複数的特化、という感じですね。章は元素爆発を発動し、高い機動力とハイジャンプが可能になります。すべての攻撃が風元素ダメージになり高い火力を誇ります。基本的にハイジャンプからの落下攻撃が主体となり、数万ダメージを狙える範囲攻撃キャラですね。ただこの落下攻撃についてはメリットデメリットもあり、良くも悪くも敵をノックバックさせやすいです。つまり敵が密集したところに落下攻撃をすると、敵が分断されて散らばりやすいのです。螺旋などの高難易度コンテンツではこれが大きなデメリットとなります。敵が離れてしまうことでタイムロスにつながりますからね。また風元素という点で元素反応が拡散のみ、というのも辛いですね。今後、風元素にも新反応が増えるのであれば、評価も変わりそうです。今回は一旦この順位とさせていただきます。続いてはこの方神里家、あやとお兄様です。神聖のごとく突如現れた水元素アタッカーですね。元素スキルを発動し攻撃ボタンを長押しで、何度も素早く水元素で攻撃してくれる。とても扱いやすい優秀なアタッカーです。タルタリアと比較されやすいですが、アヤトはスキルのクールタイムが常時6秒となっていて、タルタリアと比較するとかなりスキル管理がしやすいですね。攻撃するときも長押しだけで済むのが嬉しい点でもあります。またアヤトの元素爆発もとても優秀で、巨大な範囲に水滴を降らし水の付着も優秀です。アヤトはアタッカーではなく元素爆発メインのサブ火力としても、十分に活躍してくれますので一人二役できる頼れるお兄様です。そしてなんといっても水元素というのが強みですね。草元素の実装から超開花や裂開花での編成も可能で、どんどん注目度と使用率も高くなってきている。やはり頼れる神里家の投資様といったところでしょうか。妹の綾香とも相性は割といいですので、ぜひ二人とも引いて使ってあげたいところですね。続いてはこの方新キャラのアルハイゼンです。予想通りの片手剣キャラで草元素になりましたね。スキルを発動することで自身の通常攻撃などが、草元素の攻撃に変化する、国勢みたいなキャラになりました。まだ数少ない草元素アタッカーということで、可能性は未知数となります。ただ将来性に期待ですね。超開花や裂開花、激化などでも十分に、アタッカーの素質は十分に見込まれると思います。今後もスメールの新キャラは出てくると思いますので、評価が上がっていく可能性も十分にありそうですね。ちなみにカーベとの関係性から、アルハイゼンを特化で強化、みたいな性能もカーベに期待してます。今回は一旦、暫定的にこの順位とさせていただきます。続いては日本でも大人気のフータオですね。約1年以上の期間を経てついにの復刻でした。キュートな見た目と人気の声優さんということで、復刻を待ち望んだ方も多いと思います。そして個人的には、かなり上位におすすめしたい炎元素アタッカーです。元素スキルの発動で HP は減るものの、そのデメリットを補ってスキルからの銃撃で、かなりの高倍率のダメージを狙うことが可能な、今でも最強格のアタッカーの一人です。水元素の行く秋やエーランと一緒に編成することで、ほぼ常に蒸発反応の 1.5 倍ダメージを狙うことも可能です。ただ星座が無凸の状態ですと銃撃ジャンプキャンセル。という少し複雑なコンボを要求されますので。そこだけが少しネックですかね。またフータオには元素爆発にも実はかなりの効果力も期待できます。生物がしめ縄4セットですと、爆発を使う機会は少ないですが。
効果力と回復もできるかなり優秀な元素爆発です。炎元素アタッカーが欲しい方にはぜひ入手をおすすめしたいです。今回はこの順位になりましたが他の復刻キャラ次第で、十分に1位を狙える素質のある優秀なキャラです。原石に余裕のある方はぜひ検討してみてください。続いてはこのお方、雷電将軍ですね。チーム全員の元素チャージを回復できるという、唯一無二のサポート性能を有していて、かつ元素爆発により瞬間的にアタッカーにもなれる。これぞまさしく七神の名にふさわしい性能のキャラとなっています。元素スキルの発動で常に自身や味方の攻撃でも、雷元素の追撃が発生します。この元素スキルの継続時間もかなり長いので、途切れることはほぼない優秀な元素スキルです。そしてこの華麗なモーションから放たれる元素爆発です。武器も槍から刀に変わり攻撃モーションまでも変化します。圧倒的な攻撃速度により通常攻撃の連打も華麗で、銃撃ではかなりの広範囲にダメージが可能です。単体敵や複数敵でもどちらでも対応しやすいので、そこも雷電将軍の強みですね。最近では草元素の実装から、雷電将軍を熟知特化にして超開花を狙う編成も、かなり海外でも話題になっていますね。唯一無二の性能と七神ということで、ぜひ無凸での確保で全然大丈夫ですので、入手をおすすめしたいキャラとなっています。そして最後にこのお方、イエラン様ですね。かつては水神とも呼ばれた行く秋の座を奪い去り、攻撃に特化した元素爆発による圧倒的な効果力サポート、水元素という汎用性の高さからティア表などでも上位に位置しています。この盗賊に変わりたい方は多そうですね。イエランのスキル長押しでは素早い移動も可能で、探索面においてももはや彼女なしでは無理との声も聞かれます。そしてやはりこの華麗なモーションから繰り出される、元素爆発が彼女の一番の強みとなります。自身や味方の攻撃でも水元素の追撃が可能で、敵をホーミングして攻撃してくれるのも嬉しいですね。ある程度の育成が進むと1回の追撃で約3万ダメージ。行く秋の追撃だと約2万ほどだと思います。その点からも攻撃に全振りした女性版行く秋とも呼ばれています。イエランに関しては今回ゲットできないとしても、将来的には無凸で大丈夫ですのでぜひ確保をお勧めしたいです。今回はあくまでわかりやすくするため順位をつけましたが、いずれのキャラもかなりの僅差ですので、特に雷電とイエランは好きな方を引くで大丈夫だと思います。ただ将来的に強力なサポーターの二人は、ぜひ無凸での確保をお勧めしたいです。またアタッカーに関しても好きなキャラを引くのがやはり一番ですね。さていかがでしたでしょうか？皆さんの考えるトップ3などもぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。